東京で行われた日本民謡協会民謡民部全国大会で優勝したのは、奄美の島唄夜叉棒を引き歌いした鹿児島県の中村瑞希さんです。おじさんの結婚式の宴の席で祝い歌を歌うということで一生懸命勉強して披露したらば皆さん大喜び、もっと勉強して島唄の良さを日本中に広めたいと思っているそうです。Oh.